小森沢長政から1917年は幕末の米沢藩士、明治期の海軍法務官。初期海軍の法制度確立に努め、海軍省法務部長に至る。また、協議の更新を海軍に勧誘し、米沢海軍の祖とされる人物である。米沢遊遺会第2代会長。旧名は宮島拓造。父は米沢藩有筆、宮島吉俊。 兄は、宮島誠一郎である。明治維新後に、米沢藩小属となり、ついで兵部省海軍処分官に採用され、海軍省発足とともに、海軍第六に任じられた。昇進卓の海軍入りは、兄の宮島誠一郎と親しかった、かつ海修の影響があったとも言われる。長く海軍大臣を務めた、西郷嗣道の地記を得たと言われ、1877年代上関係。 大初期間、翌年には海軍大初期間を兼ねる。1889年が一局軍法課長に就任。海軍警報、海軍知財法改正案閣、取調委員、千島間事件取調委員などを務め、日清戦争中は新聞雑誌臨時検越委員長であった。海軍省法務部長を最後に退官。高等官に等。 旧米沢藩領は盆地に所在し、海のない地域であったが、海軍に人材を輩出したことから米沢の海軍の異名があった。旧米沢藩出身者では、曽根春吾らが早くから海軍に進んでいたが、昇進卓は多くの同郷人が海軍に進むことを願って関係者を解き、また自ら米沢で学生らを勧誘した。その結果、後に提督となる人材が、 海軍兵学校に入校したのである。昇進宅は山下源太郎が海兵に入校した際の保証人を務めるなど、海軍に進んだ後進たちの世話もしており、米沢海軍の祖と言われる。また昇進宅は、救守家である上杉家の相談役でもあった。記事立候済みの人物のみ記載する。ありがとうございます。